皆さんこんにちは。札幌の大和道専門店 FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。本日は2023年6月10日土曜日でございます。ここ FLHQ には大和道の新作商品ファイポケットショーツライトメンズウィメンズファイポケットショーツ、従来からあるショートパンツと新作のファイポケットショートライト入荷いたしました。今回は入荷情報とインフォメーション。明日6月11日日曜日開催の札幌テイネトレイル2023年、 FLHQ もブースを出展して大和道の商品等をねちょっと持ってきて皆様にご紹介したいと思います。葵選手もね走ります、はい、見つけたらあの声かけてください。はい、15キロのコースね、はい、15キロの16キロのコースでね、はい、はい、そうですね、はい、どうぞ明日丁寧トレイルで。そして本日、ファイポケットショーツで、葵さん履いてるのがライトファイポケットショーツ、ウィメンズの S ですね。 S サイズ、これ去年のなんで、はい、今年の方がちょっと張り感が出た感じですね、はい、こちらがライトファイポケットショーツで、新しくはこちらですね、ファイポケットショーツライト、ちょっとね名前が似ててあれなんですけど、私が履いてるのがこっちの方ですね、はい、このベルトが紐のタイプですね、うん、でより軽くて、はい、で丈も短めです、はい、なので走ったり動く方は結構丈短くていいのかなと思います、ね、そうですね。それでやっぱり平織りの、はい、これあのバックルではない、はい、はい、なので特に乱形では短くて、うん、短で少しこう、はい、ショーツの裾も広いのかな、そんなこと丈だね、はい、平置きにしたらそんなに分からなかったんですけど、うん、履いてみたら3センチ4センチくらいちょっと長い感じしたんですよ ね、うん、ねなかなかちょっと 2、3センチかな、はい、今これ S で、ね、長い、結構短いじゃないですか、はい、でもこっちだとちょっと履いてきますね、うん、はい、いいですね。こちらカラーがウォーター、パープルヘイズ、ブルーヘイズ、オリーブ、コーラル、ダークインディゴ、はい、メンズカラーは同じですね。ウィメンズも揃っています。実はまだ未開封でアークテリクスの入荷もあるんです。カラーはウォーター、はい、そうです、はい、音色も可愛いんですけど、うん、やっぱりあのここね、ベルトでしっかりしてるのと、はい、あと丈長めなのでこれだとあの薄い生地なので走ったりもしやすいですけど、うん、キャンプなんかも使いやすい時間かなと、うん、いいですね、はい、そうなんです、はい、だいぶちょっとさっきよりも長くなりましたよね、うん、はい、まあウルトラライトハイク、はい、ね、ハイカーのためのショート、はいはい、これくらいでももう十分短いので、うん、いいですね。積極的に走るって方じゃなかったら、はい、このくらいの丈感は使いやすいのかなと、はいはい、思います、はい、本日から、はい、ね、大和道のショートパンツ、はい、販売スタート、はい、そして明日はテイネトレイルで、実はアークテリクスの新作商品もまだ未開封で入荷いたしてます、はい、そのもろもろありますのでなかなかバタバタしていますが、またよろしくお願いいたします。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。で最後にショップインフォメーションなんですが、明日はテイネトレイルにショップのブースを出すこともありまして、ここ FLHQ 日曜日の11日営業時間はだいたい15時以降ですね、それからになりますので、どうぞ明日の FLHQ の開店時間は15時以降となります、はい、よろしくお願いいたします。